声を出して本を小さく読んでドキドキしたりハラハラしたりするのも、そういう本に出会うことが大事。私はその書く人になるつもりじゃなくて、でちょうど子供も小さかったから、うん、私は母がいないし預ける先もいないから働くって気持ちなかったの。だから書くって言われて、書きなさいって言われたら、これ一人でできるじゃないと思ったわけます。うん。それで隙間の時間で書けるじゃないと思ったわけ。じゃあ、それでどんどんどん嫌だ嫌だと思いながら書いてるうちに、すっごい好きだと思っちゃう。で、これは一生の仕事にしようと思った。で、夫はもう、その頃のバブルになりかけてしまう。だから、ものすごい忙しいわけじゃない。だから夜中ぐらいしか帰ってこないからここ私の時間っていうのはね、子供が寝ちゃえばあったわけですよね、うん、下町に育ったわけでしょ。だから言葉もちょっと下町弁だと思うんだけど、それからその頃ラジオしかなかったんでしょ。だからラジオから流れてくる落語とか、それから講談とか、それと、まあそれこそお三味線の歌とかって、ちょっとやっぱりすごい昔風だったわけよね。それを父も聞いてるし私も聞いてる。で父はそれをその言葉でなんていうの、チャップリンの映画みたいになんかして帰ってくるわけじゃない。だからその言葉でこう喋ってくれるわけね。噛み砕いてね、噛み砕いてとか嘘っぱちもあると思うんだけど、でその頃だからね、ジャンバルジャンなんて、ジャンバルジャンって、ああ無情、はい、レミスラブルだね、今で言うと。それなんか話してくれた。岩窟王とかね、それからビアンナイトとかね、ああいう物語が好きだ。私もね、嫌な時あるのよ。もう私書けないよと思う時はあるんですよね。でもね、大抵そういう時体が調子悪いよね。それでやっぱり好きだからやっぱり戻りたくなるのよ。じゃあそれしかないからね。だからもうこれやめて編み物やろうとかって、編み物セーターかなんか編んだこともあるわよ。セーターと物書くのって似てるなと思ったりした。一針一針やっていくと、なんかでしょ、物語でも一時一時変えていくと出来上がっていくじゃん。だってずっと幼年童話のことを語ってきたんですもん。だけど世の中の章はみんな長い物語に行ってしまう。で幼年童話は20枚か30枚で書くのに難しいのに検証すらしてくれない。それから今はそれが取って代わって絵本に行っちゃってるでしょ。絵本に物語がないとは言わないけれども、でもやっぱり声を出して小さく読んで、その物語があってドキドキしたりハラハラしたりするようなことがある。そういうものがなんていうの、本が読めるようになった子どもたちがそういう本に出会うことが大事だと思ってるわけの、これがね。もう少し早くしてくれよかったね。だって私そんなに生きてないもん。少々の破綻があったっていいと思うのよ。私はもう整った作品よりもなんかこう冒険してるから自分がすごく喜んで書いてる、そういうのが見えるって、そしてそれは言葉に出るから必ずその人の心の動きが、ね、そうすると言葉もリズムからになるし、だからねやっぱりね楽しく冒険するつもりでね、だから旅するつもりで書いてほしい。旅したらさ何かに出会えるでしょ。人もいるし動物もいるし花もいるし、だから旅したら面白いものに出会ったら、あこんな話もいいかなと思ってワクワクして書いてほしいなと思う。